こんばんは。しゃべくり松代第127回です。3月3日から行われておりました松代でひな祭り、大勢の皆さんにおいでいただきましたが、いよいよ残すところあと2日となりました。4月1日、今日はあちこちから桜の便り、花便りが聞かれました。県内で有名な高遠の桜も開花宣言でしたし、千曲市の杏子も今日開花宣言が行われました。松代の東城の杏子も私としては開花宣言かなと思っております。はい、咲いておりました。はい、花が咲き始めまして、4月はまたいろいろと楽しい催し物が計画されている松代です。今日はその中からエコールド松代クラブの春の遊学文化祭についてお知らせいたします。今日のゲストはエコールド松代クラブの事務局の半田博子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、遊学文化祭は例年秋に行われていたと思うんですけれども、今年は春になりましたが、どんな理由からでしょうか。はい、文部学校がこの今年度から改修工事が始まりまして、7月から本格的にまず正面の文学書がもう一般公開ができなくなります。秋はそういった形で万全の会場ではないので、まあ春にやろうということが一つです。あとやはりいつも秋ですので、ずっと続けてきましたので、春にまたちょっと趣向を変えるのも、いいのではないかということで、今年は春に企画しました。はい、4月13日の土曜日と14日の日曜日の2日間行います。はい、春ですとやはり秋とは違いまして、秋は紅葉がとっても綺麗だったりしますけれど、はい、桜や杏子やいろいろお花が綺麗な時期でいいですよね。はい、また違った景色ができて見えていいかなというふうに思います。それではですね、今年行う内容について少しお聞きしたいと思いますが、はい、まず着物で松代巡りについてお願いいたします。はい、今ここに写真があるのは去年の秋の10月に行いました着物で松代巡りの参加者の皆さんの写真になります。このようにね、大勢の方がお着物で、松代の町を歩いて、ちょっと華やかな雰囲気を作ってくださいました。はい、ですので今年は、これを春の桜の中で行います。はい、いろいろな文化財の中を巡ったり、お城でもちょうど桜祭りを行春祭りを行っておりますので、そんなところでもとてもいいんじゃないかということで、また違う趣向で行います。はい、ただいま予約を受け付けておりますので、大勢の参加をお待ちしております。はい、着物で回って歩くということで文化財だそうですけれども、はい、まず受付はどちらで。はい、文部学校で行います。ごめんなさい、時間ですね。はい、はい、時間はですね、10時半に、文部学校の方にお越しください。それで、文部学校の中や町を歩きながら、最終的には今写真に写ってます松代城の方まで歩こうかと思っております。はい、そうしますと文部学校から、まあ、普通のルートですと増山神社へ来たり山寺定山で行ったり、 それから、樋口家住宅とかいろんなところを回って、 それでお城でしょうかね。そうですね。はい、当日は今お話がありました通り、はい、松代春祭りが、盛大に行われています。春祭り、松代城を中心に行うんですけれども、いろいろな催し物が行われていて、その会場ではこんな太鼓の演奏などもありますし、地元の伝統芸能等の発表も行われています。そしてこのように例年桜がとても綺麗なところで、春祭りが行われていますから、ここへ行って皆さんで楽しんでいただくというのもいいですね。そうですね。秋とはまたちょっと違った雰囲気になるかなというふうに思います。でそして、この着物で松代巡りの他には写真撮影会も行われるそうですが。はい、そうですね。同じように秋に撮影会が行われておりますので、写真あるんですかね。いつもは紅葉の綺麗なのを、バックに写真を撮るんですけれども、今年は桜をバックということで全く違う写真ができるんじゃないかということで、
そうですね、はい、これ海津城の桜、昨年の桜ですけれども、ちょうどその日こんな風に満開になってるといいですね。いいですね、本当にそうですね、はいはい、これは城内ですね、はい、お城の城内ですね、はいはいはい、こんなところにモデルさんが行って桜をバックに写真撮っていただくとまたいいかなと思いますが、いいですね、はい、やはり例年通りモデルさんがいらっしゃるんでしょうかね。そうですね、はい、お二人、お着物を着て回りますので、午前の部午後の部ということで、はい、一日行っておりますので、どうぞ皆さんカメラを持ってお出かけください。はい、これ写真撮影会で撮っていただいたのはどんな風にその後、はいはい、11月の末を締め切りを予定しているんですけれども、今年も写真コンテストを行います。そこに応募していただきたいと思っております。はい、昨年も写真コンテスト行われましたけれども、たくさんの応募がありましたね。そうですね、たくさんあるんですけど、やはりどうしても秋の写真が集中してしまいますので、はい、今年は全く違うものができるんじゃないかなと期待しています。はい、モデルさんですけれども、いつも松代町内に関係のあるというか、そうですね、関わりのある方をお願いしてますね。はい、そうですね、今年も町内の、ね、町内の、はい、方たちですので、はい、そうですね、はい、楽しみですね。はい、大勢の方に、ね、参加していただければいいですね。はいはい、その他に、いろいろ体験ができるそうですけれども、いろいろな体験を文部学校や、旧樋口家住宅などでやっていただけます。そうですね、まず最初に、何でしたっけ、おことの体験ですかね。間違いましたね。そう、はい、あ、そうですね、撮影会の、あ、まだ撮影会の写真がまだ一つありましたかね。去年の様子の写真なんかもあります。はい、はい、あ、やはりこのような紅葉をバックに、これは山寺定山邸で撮ったの、写真撮ってる様子ですね。はい、ちょっとじゃあこちら、ちょっと撮影会の写真でもう少し、いろいろな場面があります。はい、人力車、午前は人力車を、はい、で街を回ります。おお、光ってしまう。こんなように写真を、そうですね、撮っていただけたらいいなと思います。はい、去年もお花は見えていましたけど、今年の花とまたちょっと違うでしょうね。去年は秋の花ですからね。そうですね、はいはい、人力車のモデルさんを撮っていただいたり、はい、お城で、はい、お城の真っ白城の方にも出かける予定だそうですので、そうですね、またいい写真をぜひ撮ってください。はいじゃあ体験の話ですね。これ一つ撮ればいいのかな。はい、これがおことの体験のしているところの写真です。八橋流のおことの体験ができます。とても気さくに教えてくださる方なので、皆さんどうぞお気軽にご参加ください。その他に、弓道の体験ができます。はい、パンフレットの方では13日だけに最初なっているんですけども、2日間とも体験ができます。はい、こんな感じでとても楽しい大倉さんという人が指導してくださって、的に時々届く人なんかもおりますので、います、ね、はい、そうですね、楽しんでらしてください。はい、その他に、当選鏡の体験ができます。はい、そうですね、当選鏡というのはこういうものを離れたところに置いて、この的にめがけて、扇子をこう投げるんですね。投げてこの的に当てて、この扇子がここどういうふうにこう落ちるかというので点数が決められる江戸時代からの遊びだそうです。この体験ができます。はい、これも楽しんでいただければいいなと思いますね。はいはいはい、その他に、押し花や、香道、香りの道といって、いろんな香りを楽しむ体験などができます。はい、あと発表の部はどんなものがありますか。はいはい、発表の部は、先ほどの八橋流の演奏、あと大門踊り、あと踊り、真田節などの、伝統的な踊り、それから語り、オカリナなどがあります。あと各文化施設で、お花を飾っておりますので、そんなことも楽しんでいただけます。これ写真は大門踊りの昨年の様子です。大門踊りは、14日の午前中は文部学校で、午後は、お城でも楽しんでいただけます。はいはい、先日ね、たまたま韓国の学生が
大盲踊りを見学して、その後お着大盲踊りの着物を着て大盲踊りを踊るという体験をしてくださいましたよ ね、 そうですね、とても楽しんで楽しんでね、そうですね、はい、それがまたあの体験でできたりします。その他はいかがですか。あと語りとオカリナは旧樋口家住宅で、楽しんでいただけます。またこれ14日なんですけれども、この日は桜茶会ということで、石州流のお茶を、お一人300円でお茶とお菓子を召し上がっていただけますので、あのお気軽に、あの堅苦しくないのでお気軽にご参加ください。そうしますと、先ほどの着物で町を巡りをされしている方も樋口家へ行けば、まあ、オカリナや語りのお話が聞けたり、はい、そしてお茶会にも参加できるということですかね。そうですね、はい、あと各文化施設6カ所にはお花も飾ってありますので、はい、桜と一緒に建物の中の綺麗なお花も楽しんでいただけます。はい、角の皆さんはね、春から秋まで、文化施設へ交代でこうあのお花を飾ってくださるというあの活動もね、毎年してくださってますけれども、はい、またこの時は特別6カ所になるんですね。はい、その他の催しありますか。はいはいはい、あとあの皆さんカメラを持っていろいろ撮影されると思うんですけれども、文部学校の入り口で、プリンターを持ち込んでますので、1枚100円で撮ったのその場で、プリントして楽しんでいただけます。はい、あと若干、数百円の材料費がかかる体験がありますけれども、一番高くて高度の500円ですかね、そのようなもので体験できます。あと文化施設文部学校真田邸、あと旧横田家は入場料がかかります。ただ、土曜日は小中学生は全部無料ですので、そんなところもご利用ください。はい、いろいろと楽しい体験ができたり、いろんな見ることができたりというふうな2日間だと思いますけれども、はい、その他にあの13、14を中心に行われる遊学文化祭ですが、はい、4月中いろんなことが行われるそうですけれども、そのことについて少しお願いいたします。はいはいはい、4月まず最初の6日の土曜日は、先ほど14日も13日か予定しているんですが、行動の体験を山寺でできます。あと4月の6日から松代の、強運郷の焼き物巡りということで、松代の東城の方には焼き物の工房がたくさんあるんですけども、そこを楽しんでいただけます。それから、4月13、14は、海岸戦火による松代城春の写生大会がありまして、小さなお子さんからあの気軽にあのスケッチを楽しんでいただいているんですけども、その作品展が翌15日の月曜日から松代公民館、それから4月20日は、夢空間さんの西条のしだれ桜巡りということで、青垣公園を集合して、しだれ桜を巡ります。それから先ほどのお香は篠流さんという会なんですけれども、今度お家流さんというのの、行動の体験は4月の21日にできます。それから4月27日は民話のふるさと巡りということで、今回は東寺方面に、お出かけします。はい、それから華道、の、山吹会というのをまた毎年やってるんですけれども、文部学校全部を使ってできるのはちょっとこれでしばらくできなくなるので、今年はあの全体を使って、山吹会という花の会が28日にあります。はい、盛りだくさんの、そうですね、はい、催し物ですね。はい、エコールド町路クラブの戦火総力を上げての催し物だと思います。1年間で一番大きなあの催し物ですから、大勢の方にご参加いただいて楽しんでいただければというふうに思いますね。エコールド町路クラブのその他何かあの皆さんに、お伝えすることがありましたら、あのあれですね、それぞれの戦火がやはりあのもっと後継者を育てたいというところがありますね。私なんかも語りをやっていたりしますが、先ほど の, あのふるさとの民話のふるさと巡りとかあの計画はいたしますが、やはりあのもっと若い人にも一緒に参加して、おもてなしをする方の立場になっていただければなといつも思っています。はい、本当に10年も続いたというのはすごいことですけど、す、ね、10年続いたということはみんな10年経ってたということなので、はいはい、皆さん お願いいたします。そうですね、はい、あのそんなこともお願いしたいと思いますね。はい、では、
4月はいろいろなことが計画されております。特に4月13、14の、春の洋楽文化祭の、ことについて今日はエコード真っ白クラブ事務局の半田博子さんに伺いました。今日はありがとうございました。それで引き続いてですが、東条のあんず祭りについてお伝えします。東条のあんず祭りが、4月の6日から14日の日曜日まで、行われます。でその中で特に4月の14日の日曜日、これは一応最終日となっておりますけれども、午前11時から西アフリカの民族楽器、素晴らしいジャンベとカホンの演奏を、ヒロシマンさん、それからマルチプレイヤーのモロヘイヤさんにギターとニコの演奏などをしていただくことになっております。アンズの花は先ほど申し上げた通り咲き始めております。6日から14日、東条の花と一緒に東条の皆さんが皆さんをお待ちしておりますので、ぜひ大勢の皆さんお出かけください。ありがとうございました。来週のしゃべくり祭りのよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。田中さんゲスト、はい、ね、話どの話してくれます？今私文化財のボランティアの会員なんですけれども、うん、そこでちょっと経験したこととか、うん、どうしてボランティアを始めたかなっていうようなことをお話したいと思います。はい、田中さんもずっと前からやってるんですか？始めて今年5年目です。あ、5年か、50年じゃないね、はい、50年じゃないです、はい、まだ生まれてませんでした。あ、そうですね、はい、まあ、いや、はい、はい、初めて5年ということでいろいろお話伺うんですね、はい、ありがとうございます。じゃあ楽しいお話伺いますかな。そうですね、はい、分かりました。それでは来週のね、文化財ボランティアのお話、田中さんからね、はい、楽しいお話を、お伺いしたいと思います。はい、それでは来週のしゃべくり祭りどうぞお楽しみに。よろしくお願いします。それくらい松代、また見てねー。